吉田とも発見動画チャンネルです。今日は愛知県に来ております。ちょうどここは長久手の古戦場跡になります。秀吉と家康が退場しました。この大きな戦場となりました場所です。この当時この明智光秀が織田信長を倒しましたが、秀吉がこれを一挙にひっくり返しまして、その後この織田軍の柴田勝家を倒しまして、秀吉がこの全国的制覇を成し遂げようという時に、この織田家の跡目信雄との戦いとなってきたわけであります。そうした中にこの織田軍をこのバックアップするのが家康になるわけでありますが、秀吉軍とこの家康軍の戦いというものが、この長久手の古戦場、今は古戦場となってますが、この丘陵地帯で戦いを繰り広げたわけであります。向こうはこの新交通が走っております。こうした丘陵地、非常に今は穏やかな住宅地となっておりますが、この公園から当時のことが忍ばれます。非常に大きなこの歴史上の転換点となってきたわけでありますが、まだまだこの家康の方が力をこの及ばない時代、家康がはるかに強い力を持っていながら、家康がこの秀吉に対峙し一歩も引かないという構えの中で、この秀吉に従っていきながら時勢を待つというところのこの転換点になってきた、これがこの長久手の古戦場跡です。この地に初めて訪れました。今はただこうしたこの林となっておるところですが、当時のこの強者どもの夢の跡といった感があります。こうしたこれからの日本の政治、非常に厳しい中です。大自然の災害も起きました。あるいはこの技術の粋を集めました原子力発電所の事故も起きました。そして苦難の中にある中で、これから先の政治選択がどのようになっていくのか、そして何よりは国民の生活がどうなっていくかという大きな課題とともに、当時この戦国の世の一つの決戦線となりました長久手の古戦場跡を訪ねた次第です。ちょうどここにはこの長久手町の俳句大会のこのさまざまな作品があります。こうした古戦場を忍ぶ作品がたくさんありまして、この一つのしばしの時間というふうにさせていただきました。終わります。吉田とも発見動画チャンネルの吉田とでした。